in response to my question about the Saka tribe of Stodana Gautama, father of Siddhartha Gautama or Buddha, Mr. Nico Gerardi, Rome, Italy, a researcher of ancient history in Greece, wrote to me as follows. Yes, Hiroshi, Buddha's father was Magi, but the Magi were Scythians that arrived in Iran. And then Wikipedia English writes about Scythians as follows. The Scythians, also known as Scyth, Saka, Sakae, Sai, Ishkuzai or Ashkuzai, were Eurasian nomads, probably mostly using Eastern Iranian languages, who are mentioned by the literate peoples to the south as inhabiting large areas of the western and central Eurasian steppe from about the 9th century BC up until the 4th century AD. The classical Scythians, known to ancient Greek historians, agreed to be mainly Iranian in origin, were located in the northern Black Sea and for Caucasus region. Other Scythian groups, documented by Assyrian, Achaemenid, and Chinese sources, show that they also existed in Central Asia, where they were referred to as the Saka. Ladies and gentlemen, this is a very important part of this video. Again, where they were referred to as the Saka and Sai, respectively. ブッダの父親がバビロン周辺のサカ族の王であったことまでは突き止めました。それについてイタリア・ローマ在住の研究者のニコ・ジェラルディさんに問い合わせましたところ、次のような返事をいただきました。そうですよ、ヒロシ。ブッダの父親はマギ、つまりゾロアスター教の最高地位にあった神官でした。しかし、マギというのはイランまでやってきたスキタイト人のことを言いますと。で、そのスキタイト人について調べてみました。ウィキペディアには次のようにあります。スキタイト人は、スキ、サカ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 エ、サイ、イスクザイ、アスクザイとも言われていたが、ユーラシアにまたがる遊牧民であった。言語は東イラン言語を使っていたものと思われる。紀元前9世紀から紀元前4世紀までユーラシア大陸のステップに広い領域にまたがって住んでいた。古代ギリシャで知られていたスキタイト人はもともとはイラン人で、黒海の北コーカサス地方に住んでいた。また中国ではサイとも呼ばれていたことから、中央アジアにまでまたがって住んでいたことが分かっていると。ここで重要なことは、ブッダの父親のストダーナ・ガウタマはサカ族の出身の王であったということ。そのサカ族というのはスキタイト人の別名であったというよりも、スキタイト人のことを広くサカ族と呼んでいたということです。サカはそのまま釈迦族につながります。年代、場所なども一致しています。つまりこうして私、林浩司のブッダはバビロニア出身説およびブッダ二人説が傍証として証明されるところとなりました。浩司林、ハママスリージャパン。おさらいをしておきます。今ご覧いただいている像は苦行中のブッダ像ということになっていますが、本当にそうでしょうか。
ブッダは3ヶ月の瞑想の後にですね、このようにガリガリに痩せたと言われていますが、本当にそうでしょうか。この台座に注意してください。この台座のところにはですね、つまりはドラスター教の神事そのものが表現されています。中央に火を置きですね、両側からですね、僧がその火に向かって何やら神事をしているのがわかります。つまりこの様子はゾロアスター教、またの名をハイカ教と言いますが、ゾロアスター教の神事そのものだということですが、なぜ供養中のブッダの台座にはゾロアスター教の神事の様子が描かれているかということになります。つまりこの像で表現されているブッダはブッダではなくて、ブッダの父親のストーダーナ・ゴータマということになるということになります。そしてその息子がセダ・アルタ・ゴータマ、すなわち宇宙の真理の解放者という意味だそうですけども、セダ・アルタ・ゴータマということになります。ストーダーナ・ゴータマはペルシャから追い出され、そしてその追い出された先のネパールで、マヤンという女性との間にこのセダ・アルタ・ゴータマを設けたということになります。セダ・アルタ・ゴータマ、すなわちシッダ・アルタ・ゴータマ、すなわち私たちが現在ブッダと呼ぶその方ということになります。つまりシッダ・アルタ・ゴータマというのはペルシャの言葉で宇宙の真理の解放者という意味だったということになります。で、結論ということになります。ベヒスツン山のふもとにあるベヒスツンの碑文です。ダリウス一世を称えた碑文です。この赤い丸で囲んだのがダリウスです。ストーダーナ・ガウタマを倒して位につきます。そのダリウスが足で踏みつけているのがストーダーナ・ガウタマ、つまり私たちがブッダと呼んでいるシッダ・アルタ・ゴータマ、ペルシャ名セッダ・アルタ・ゴータマのお父さんということになります。そのダリウスはストーダーナ・ガウタマと共にサカ族、つまりスキタイト人をこのように捕虜として捕まえています。腕を縛られています。その帽子に注意してください。頭に三角の帽子をかぶっています。ヘルメットかもしれません。その帽子こそがまさしくスキタイト人のシンボルであったわけです。すなわちサカ族のシンボルであったわけです。このようにしてストーダーナ・ゴータマがサカ族の出身であることが証明されました。繰り返しますが、ストーダーナ・ガウタマはサカ族、つまりスキタイト人であったということがこれで証明されました。ではなぜストーダーナ・ゴータマがダリウスに足で踏みつけられているか、それは続く動画の中で詳しく説明します。ともかくもこのような形でストーダーナ・ゴータマ、すなわちブッダの父親がスキタイト人であったこと、すなわちサカ族の王であったことが図らずも証明されました。帽子の形に注意してください。ブッダの父親はスキタイト人、つまりサカ族、つまりシャカ族の出身であったということです。 Bye for now. Correction. The first man from the left is Darius the First. The second man from the left is Cambyses the Second, or another name is Cambyses the Second, the son of Kurus the Second, or Kurus Nisei in Japanese. And the man on your right side is Stodana.Gaumata, or another name in Nepal, is
Stodana Gautama, the Magi of the highest stargazer in Babylonia, or father of Siddha Arta Gaumata, or another name is Siddhartha Gautama in Nepal, whom we may now call Buddha. 訂正。ここに描かれている3人の人物は、左からダリウス一世、あるいはダレイオス一世とも言いますが、ダリウスです。左から2番目がカンブジェ2世、またの名をカンピュセス2世と言います。ペルシャ第1の王、父親のキュロスの後を継いでペルシャの王となった人物です。そして右から1番目先頭にいるのがストダーナ・ガウマタ、最高位の神官マギです。ストダーナ・ゴウマタの息子がセタ・アルタ・ゴウマタ、ネパール名シッタルタ・ゴータマ、つまり私たちがブッダと呼ぶその方の父親です。セタ・アルタというのは宇宙の真理の解放者という意味だそうです。以上、ここにこのように訂正します。広島市浜祭りジャパン、 October 2018。Video Diary, August the 19th, 2017 by Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan. ビデオ日誌、2017年8月19日、林浩司です。今日のテーマは、三人のマギです。三人のマギ。イエス・キリスト降誕の時にですね、三人の賢者がやってきて、マリアの処女解体によって生まれたイエス・キリストを祝福します。その時に出てくる言葉が三人のマギですよね。三人の賢者、あるいは三人の博士とも言います。いろいろ言われていますけども、マギです。ところがですね、このマギという言葉がですね、大変重要な意味を持つわけです。マギというのは前もって話しておきますと、例えばマジシャンのマギですね、まあ、マジックのマギですね、まあ、そうしたその魔法、あるいは魔術師にのその語源ともなった言葉がこのマギだそうです。でそのマギなんですけども、そのマギという言葉がですね、まあ、紀元前以前にはですね、2度しか、まあ、歴史上、まあ現れてこないと言いますか、記録に残っていないと言いますか、そういうことなんですよね。で一度は、ゾラスター教の教典の中に出てくるマギです。でもともとゾラスター教というのはマギ教と呼ばれていたみたいですね。がその後、待ってますか、ゾロアスターという人、つまり別名ザラスストラという人によって広められたので、ゾロアスター教となったと。でもう一度はですね、ペルセポリスの碑文に残るマギです。そのマギというのはストダーナ・ゴータマであることがはっきりとしています。ストダーナ・ガウタマ、あるいはストダーナ・ガウマタとなっているそうですけども、このペルセポリスの碑文の中に出てくるマギですね。で別の文献によりますと、紀元前500年以前には2度しか出てこなかったと書いてあります。ともかくも、ペルセポリスとそれからゾラスター教の教典の中にマギという言葉が出てくるわけです。でそのマギなんですけども、固有名詞なのか、いわゆる一般名詞なのかということが大変重要な意味を持つわけです。でいろいろ調べてみますと、ギリシャ語のマグスだったと思いますけど、ちょっとあの発音の仕方は分かりませんけども、マングス、いわゆる、まあ、スターゲイザーですよね。
いわゆるマジシャンの語源になった言葉ですから、まあ、日本語にそのまま訳すというのはちょっとこう無理があるんじゃないのかなと思いますけども、要するにマゴス GOUS だと思うんですけど、ちょっと今の手元にあの資料がありませんので、ここはあの記憶によって話してますけども、の複数形であると書いてあるわけです。つまりマギという言葉は複数形であると書いてあるわけですよね。でそれはいつそのようにどのようあの解釈されて、そのギリシャ語の複数形であるというふうになっているかについてはあの疑問が残るわけですけども、それはさておいてもですね、要するにペルセポリスの碑文の中に出てくるのがですね、いわゆるスダナゴータママギと出てくるわけです。すなわちマギのスダナゴータマというふうに出てくるわけです。となるとその場合のマギは単数形でなければなりませんよね。ストダナゴータマという単数の人ですからね。でストダナゴータマが、まあ、単数の人ですから、マギというのは単数形でなければならないと。そうしますと、そのマギという言葉が複数形であるという言い方はどこから出てきたかということなんですけども、いろいろ考えればおかしいわけですよね。というのはその後ですね、ヘロドゥトゥスという、まあギリシャの歴史家なんですけども、歴史という本を書くわけです。その中にやはり同じ話が出てくるわけですよ。同じ話ということはペルセポリスの碑文に書かれている話と同じ話が出てくるわけです。で、まあ、ヘロドゥトゥスの方が後のその後の人ですから、当然ヘロドゥトゥスはペルセポリスの碑文を元にして歴史を書いたということになるわけですよね。そうしますと、その、ヘロドゥトゥスが使ったマギというのはどこから来たかといいますと、やはりここでも矛盾が生ずるわけです。マギというのをそのマグスのマゴスのいわゆる複数形であると、そういうふうに、まあ、書いて、まあ、他の文献にはですよ、そう書いてあるから、やはり矛盾が生じてくるわけですよね。まあ、言い換えますと、マギというのはマゴスと読むんでしょうね。マゴスと読む言葉の複数形であるという説はここで崩れるということになるわけです。ともかくも事実として、まあ、分かっていることはですね、紀元前、少なくとも紀元前500年以前にはですね、マギという言葉は歴史上2度しか、まあ、表記されていないわけです。一つはゾラスター教の経典、そしてもう一つはペルセポリスに残る碑文、その中にはストダナゴータママギ、あるいはマギストダナゴータマってあるのもありますけども、要するにストダナゴータマがマギだったということなんですよね。マギで、マギがそこで、まあ、歴史を始めてって言いますか、その2回で登場してくるわけですけども、もう一度繰り返しますと、まあ、マギというのはもともとはいわゆる、まあ、アナヒーターを主神として建てられた宗教、すなわち現在私たちがゾラスター教と呼んでいるその宗教なんですよね。でそのもともとはそれはマギ教と言われてたんですけども、マニ教ともなり、そして、ミレーとなるわけですね。ミレーというのは弥勒という意味だそうですけども、要するにその当て字なんですよね。いわゆる弥勒菩薩というのはそこで生まれるわけです。で、まあ、そういった形で、まあ、歴史上に現れてくるんですけども、そうしますと最初に話しました、ちょうど今ずっとその写真を見ていただいてますけども、3人のマギというのは何かということになってくるわけです。もちろんあのキリスト降誕の時にはあのやってきた3人のマギというふうになってまして、その3人のマギがですね、イタリアのサンタアポリナーレ・ヌーボーのその寺院の壁画にこのように書かれているわけです。で3人の人物が書かれているんですけども、まあこの場合は向かって右から3人目の今ちょうど左に見えている人がですね、これはダリウス一世であることは私林博士が証明しました。となるとその前の2人は誰かですけども、まあ順序から考えますと、歴史的な順序から考えますと、まあ例えば私は当初ですね、この3人というのはペルセ、いわゆるペルシャのね、王の順位、ペルシャというのはもともとイランの古名ですけどもね、いわゆる、まあ、メソポタミア、バビロニアのですね、王の、まあ、あの辺全体を、まあ、ペルシャというふうに、まあ、当時は言ってたんでしょうね。でそれが、まあ、現在のイラン、イラクというふうになっていったんだろうと思いますけども、とにかくイランの古名、まあ、イラン人はイランの古名だって頑張ってますけどもね、まあ、ペルシャという地域において最初に、まあ、蔵につくのがキュロス
2世ですね、その息子のカンピセス2世、そしてそのカンピセス2世がですね、エジプト遠征の行ってる折にですね、ダリウスという、まあ、やりもちですよね、やりもちがカンピセス2世を暗殺して蔵につき、そして同時に、ソダネ・ゴータマを悪人だとして、いわゆる、まあ、強奪者として、まあ、追い出して、そして自分が522年に、蔵にペルセポリスで蔵につくわけです。そういう流れにあるわけですよね。で、まあ、そのダリウス2世が、まあ、2世、ダリウス1世ですね、ダリウス1世、ダレウス1世ですけれども、それがですね、まあ、いわゆる、まあ、カンピセス2世を暗殺したかどうかについては、まあ、そういう記録は残ってませんけれども、流れからするとあり得る話なんですよね。ダリウス1世はただのという言い方も失礼かもしれませんけれども、やりもちだったわけですからね。そしてそのエジプト遠征の折にそのカンピセス2世は命を落とすわけです。そしてその後、ダリウス1世が蔵につくわけですよね。あまりもよくできすぎた話ということになりますけれども、当初ですね、そのサンタアポリナーレ・ヌーボ寺院のですね、壁画の人物を右からですね、私はキュロス2世、そして2番目がという、ごめんなさい、1番目がカンピセス2世、そして2番目がストダネ・ゴータマ、そして3番目がダリウスというふうに考えてましたけれども、順序がどうも逆みたいですね。順序が逆ということは、先頭がですね、いわゆる、まあ、最も最高位の位にあったストダネ・ゴータマになるわけです。いわゆる、まあ、マギですからね。マギというのは、まあ、スターゲイザー、星見る人という意味なんですけども、要するに星イコール神ですからね。メソポタミアではディンゲルという神ですからね。で、まあ、神と対話ができる人という意味で、そのストナーゴータマが第一位になっている、考えても当然ですよね。でその後に、カンピセス2世が続くわけです。3番目のダリウス、これは様相ですね、ヒゲの濃いところ、それからフリジア帽をかぶっているところ、それからトルキッシュマントですね、を着ているところ、まあ、模様まで一致しますからね。ダリウス一世のね、衣服の模様まで一致しますから、まあ、それはダリウス一世で間違いないわけです。まあ、そういった視点でもう一度見直しますと、先頭に立っているのがストダネ・ゴータマ、そして2番目が、カンピセス2世、3番目がダリウス一世となるわけです。そうしますと年齢差も合うんですよね。というのは、一番先頭に立っている人は、まあ、結構年配といいますか、爺様風ですよね、私のようにね。で2番目が若いですよね。で3番目がダリウス、これは間違いないと。そうしますと、やはり先頭に立っているのが、まあ、マギのストダネ・ゴータマであるということになるわけです。で2番目 そのカンピセス2世、これは大変な暴君でしてね、カリギュラ、それから、まあ、エリザベスじゃなくてマリアですね、マリアじゃなくてメアリーですね、メアリー女王ですね。ちょうどルネサンス1500年の後半にイギリスで強制的にね、プロテスタントを改宗して、カトリックに改宗したブラディ・メアリーですね、メアリー女王ですね。この3人は歴史上最も、なんて言いますか、暴君と言いますかね、残虐な暴君として知られています。その中の一人がカンピセス2世なんですよね。ですから、まあ、それほど長く在位はしていなかったんですけども、もう一度繰り返しますと、サンタアポリナレ・ルンボーの聖堂の中に描かれている先頭に立っているのが、これが、まあ、私はストダネ・ゴータマで、であると判断しました。マギです。そして2番目がカンピセス2世ですね。そして3番目が、一番左ですけども、それが、ダリウス一世ということになるわけです。なぜこれが重要かというとですね、いわゆる、まあ、マギというのが固有名詞か、いわゆる、まあ、一般名詞かですけども、まあ、固有名詞としてしまうと大変キリスト教にとってはまずいわけですよね。現在のローマンカトリックにとってはまずいわけです。なぜならば、その3人のマギがですね、まあ、3人のマギとしてイエス降誕の折にですね、聖母マリアの、ところやってきてイエス降誕を祝うということはありえないわけですよね。と同時に、まあ、ありえないわけですね。要するに、マギというのは固有名詞ですから、そこで、まあ、博士とか賢者とかというふうに言い換えているわけですけども、まあ、その一つの、ね、乱れの証拠としては、その後ですね、まあ、ローマンカトリックではその3人のマギについてね、いろいろと名前を並べていますけども、国によって全て現在ですよ、3人のマギの名前が違うんですよね。でサンタアポリナレ・ヌーボー大聖堂のその3人のマギの上にもですね、名前らしきものが描かれて書かれてますけども、その名前とまた
他のその国における3人の紛の名前とも全部違うんですよ。そのあたりのことはですね、3人の紛について検索調べていただければ証拠が出てきて、というか事実が出てきますね。話をぐんと戻しますけども、要するに3人の紛って言い方はおかしいわけですよね。まあ、でそこで紛というのは複数形であるという、まあおかしいけどもそれをねじ曲げたんでしょうね。3人の紛、紛というのは複数形であるという説が生まれてきたわけです。となると、じゃあなぜペルセポリス、紀元前に2度しか出てきてないはずのですね、ペルセポリスの碑文の中にストダナゴータマ、紛という言葉が出てくるかということなんですよ。ということは複数形だったらおかしいわけですからね。ストダナゴータマ一人ですから、ですからまあおかしいわけです。でそこで調べていきますと、ストダナゴータマというのは、まあ、調べていくというか、あのと同時にですね、もう一人息子のセダ・アルタ・ゴータマという名前が出てくるわけです。それはペルセポリスの碑文の中にも出てくるんですよ。そうしますと、そのダリウス一世に追われてね、追われたストダナ・ゴータマ一家の中の一家の中に、まあ、そのセダ・アルタ・ゴータマ、すなわち宇宙の真理の解放者という意味だそうですけども、それが出てくるわけです。そしてその名前がですね、その後直後に今度はネパールで現れるわけです。そしてブッダの名前はシッダアルタ・ゴータマでしょ。それからいわゆるストダナ・ゴータマの息子が、息子がですね、シッダアルタ・ゴータマ、セッダアルタ・ゴータマですよね。もう一度混乱してきましたから話しますとね、ペルセポリスの碑文に残る名前によるとですね、ストダナ・ゴータマ、それからセッダアルタ・ゴータマ、そしてその直後にね、今度はネパールに全く同じ名前の人物が2人出てくるわけです。それが、まあ、ストダナ・ゴータマとシッダアルタ・ゴータマということになるわけです。現在ネパールではですね、シッダアルタ・ゴータマのお父さんのことをストダンナ・ゴータムというふうに発音していますよね。ですからそこで一致するわけです。すなわち、ストダナ・ゴータマとそれからセッダアルタ・ゴータマは別名、シッダアルタ・ゴータマはペルシャからやってきたという説につながっていくわけです。で最後にもう一言付け加えますとね、そこで出てくるマギなんですけども、固有名詞とするとですね、そうしますとゾラスターもマギ、そしてストダナ・ゴータマもマギですから、マギマギでつながって、ストダナ・ゴータマ、すなわちブッダと呼んでる、まあ、お父さん、まあ、ブッダのお父さんですよね、のストダナ・ゴータマはイコール、ゾラスターということになるということです。この最後の部分がちょっと今のところ弱いんですけども、まあ、私はそのように今回動画の中で押し切りましたということを、まあ、理解していただきますと、ブッダの謎に迫っていただけるものと思います。で、ここまでの結論ということになります。ダリウス一世というのは紀元前500年前後の王です。ですからどんなに頑張ってもダリウスがキリスト生誕の時にバージンマザーのところに馳せ参じてその誕生を祝うなどということはできなかったということです。次に重要なポイントはストダナ・ガウタマイコールマギですから、もう一人マギと呼ばれている人がいたわけです。それがゾラスターということになります。でマギが固有名詞であるならば、ゾラスターイコールストダーナ・ガウタマということになります。つまりここで仏教といわゆる、まあ、ゾラスター教、マギ教との接点が生まれるということです。つまり分かりやすく言えば、ゾラスターの別名がストダーナ・ガウタマであり、そのストダーナ・ガウタマの息子のセッダ・アルタ・ゴータマ、ネパール名シッダ・アルタ・ゴータマが仏教を広めたということになります。となるとサンタ・アボリナーレ・ヌーボーのあのモザイク画は何かということですけども、もともとはミトラの誕生日に駆けつけた3人の王たちの絵ということになりますが、それをちゃっかり横取りし改変しキリストの生誕にすり替えたというのがあのサンタ・アポリナーレ・ヌーボーの、まあ、モザイク画ということになります。今ご覧いただいているのがブッダの系図ということになります。ザラストラ、またの名をゾラスターと言います。マギです。そしてストダナ・ゴータマもその左に表現しましたけどもマギです。つまりこれら両者は一人のデミゴート、半身半人ということになります。そして人間、まあ、ヤーンの間に生まれたのが
私たちがブッダと呼ぶその方、すなわちセッダアルタガウタマ、ネパール名シッダルタガウタマということになります。こうしてブッダの系図が説明できます。で、ついでですけども、キリスト教ではキリストの誕生のことを誕生とは言っていません。降誕というふうに言い換えて、まあ、すり替えていると言いますか、逃げています。つまり12月25日はキリストの誕生日ではなくて、ミトラの誕生日、つまり、ゾラスター教でいう冬至祭の12月25日にバージンマダーアナヒーターのもとで生まれたとされるミトラの誕生日であったということになります。それがクリスマスとして現在残っているということになります。一連のブッダの動画の中でそれを詳しく説明していきたいと思います。 Bye for now。Correction. The first man from the left is Darius the First. The second man from the left is Cambyses the Second, or another name is Cambyses the Second, the son of Kurus the Second, or Kurus Nisei in Japanese. And the man on your right side is Stodana.Gaumata, or another name in Nepal, is Stodana Gautama, the Magi of the highest stargazer in Babylonia, or father of Siddha Arta Gaumata, or another name is Siddhartha Gautama in Nepal, whom we may now call Buddha. 訂正、ここに描かれている3人の人物は、左からダリウス1世、あるいはダレイオス1世とも言いますが、ダリウスです。左から2番目がカンブジェ2世、またの名をカンビュセス2世と言います。ペルシャ第1の王、父親のキュロスの後を継いでペルシャの王となった人物です。そして右から1番目、先頭にいるのがストダーナ・ガウマタ、最高位の神官マギです。ストダーナ・ゴウマタの息子がセタ・アルタ・ゴウマタ、ネパール名シッダルタ・ゴータマ、つまり私たちがブッダと呼ぶその方の父親です。セタ・アルタというのは宇宙の真理の解放者という意味だそうです。以上、ここにこのように訂正します。広瀬林浜祭りジャパン October 2018。ビデオダイアリー August the 19th 2017by 広瀬林浜祭りジャパン。ビデオ日誌、2017年8月19日、林博です。今日のテーマは3人のマギです。3人のマギ、イエス・キリスト降誕の時にですね、3人の賢者がやってきて、マリアの処女解体によって生まれたイエス・キリストを祝福します。その時に出てくる言葉が三人のマギですよね。三人の賢者、あるいは三人の博士とも言います。いろいろ言われていますけども、マギです。ところがですね、このマギという言葉がですね、大変重要な意味を持つわけです。マギっていうのは前もって、話しておきますと、例えばマジシャンのマギですね、まあ、マジックのマギですね、まあ、そうしたその魔法、あるいは魔術師にのその語源ともなった言葉がこのマギだそうです。でそのマギなんですけども、そのマギという言葉がですね、
まあ、紀元前以前にはですね、2度しか、まあ、歴史上、まあ、現れてこないといいますか、記録に残っていないといいますか、そういうことなんですよね。で、一度は、ゾラスター教の教典の中に出てくるマギです。で、もともとゾラスター教というのはマギ教と呼ばれていたみたいですね。がその後、待っていますか、ゾロアスターという人、つまり別名ザラスストラという人によって広められたので、ゾロアスター教となったと。で、もう一度はですね、ペルセポリスの碑文に残るマギです。そのマギというのはストダーナ・ゴータマであることがはっきりとしています。ストダーナ・ガウタマ、あるいはストダーナ・ガウマタとなっているそうですけども、このペルセポリスの碑文の中に出てくるマギですね。で、別の文献によりますと、紀元前500年以前には2度しか出てこなかったと書いてあります。ともかくも、ペルセポリスと、それからゾラスター教の教典の中にマギという言葉が出てくるわけです。で、そのマギなんですけども、固有名詞なのか、いわゆる一般名詞なのかということが大変重要な意味を持つわけです。で、いろいろ調べてみますと、ギリシャ語のマグスだったと思いますけど、ちょっと発音の仕方は分かりませんけども、マグス、いわゆる、まあ、スターゲイザーですよね。いわゆるマジシャンの語源になった言葉ですから、まあ、日本語にそのまま訳すというのはちょっとこう無理があるんじゃないのかなと思いますけども、要するにマゴス、G-O-U-S だったと思うんですけど、ちょっと今手元に資料がありませんので、ここは記憶によって話してますけども、の複数形であると書いてあるわけです。つまりマギという言葉は複数形であると書いてあるわけですよね。で、それはいつそのように、どのように解釈されて、そのギリシャ語の複数形であるというふうになっているかについては疑問が残るわけですけども、それはさておいてもですね、要するにペルセポリスの碑文の中に出てくるのがですね、いわゆるストダーナ・ゴータマ・マギと出てくるわけです。すなわちマギのストダーナ・ゴータマというふうに出てくるわけです。となると、その場合のマギは単数形でなければなりませんよね。ストダーナ・ゴータマという 単数の人ですからね。で、ストダーナ・ゴータマが、まあ、単数の人ですから、マギというのは単数形でなければならないと。そうしますと、そのマギという言葉が複数形であるという言い方はどこから出てきたかということなんですけども、いろいろ考えればおかしいわけですよね。というのは、その後ですね、ヘロドゥトスという、まあ、ギリシャの歴史家なんですけども、歴史という本を書くわけです。その中にやはり同じ話が出てくるわけですよ。同じ話ということは、ペルセポリスの碑文に書かれている話と同じ話が出てくるわけです。で、まあ、ヘロドトゥスの方が後の、その後の人ですから、当然ヘロドトゥスはペルセポリスの碑文をもとにして歴史を書いたということになるわけですよね。そうしますと、その、ヘロドトゥスが使ったマギというのはどこから来たかといいますと、やはりここでも矛盾が生ずるわけです。マギというのを、そのマグスの、マゴスの、いわゆる複数形であると、そういうふうに、まあ、書いて、まあ、他の文献にはですよ、そう書いてあるから、やはり矛盾が生じてくるわけですよね。まあ、言い換えますと、マギというのはマゴスと読むでしょうね。マゴウスと読む言葉の複数形であるという説はここで崩れるということになるわけです。ともかくも事実として、まあ、分かっていることはですね、紀元前、少なくとも紀元前500年以前にはですね、マギという言葉は歴史上2度しか、まあ、表記されていないわけです。一つはゾラスター教の経典、そしてもう一つはペルセポリスに残る、碑文。その中にはストダナ・ゴータマ・マギ、あるいはマギ・ストダナ・ゴータマってあるのもありますけども、要するにストダナ・ゴータマがマギだったということなんですよね。マギで、マギがそこで、まあ、歴史を初めてと言いますか、その2回で登場してくるわけですけども、もう一度繰り返しますと、まあ、マギというのはもともとは、いわゆる、まあ、アナヒーターを主神として建てられた宗教、すなわち現在私たちがゾラスター教と呼んでいるその宗教なんですよね。で、その、もともとはそれはマギ教と言われていたんですけども、マニ教ともなり、そして、ミレイとなるわけですね。ミレイというのは弥勒という意味だそうですけども、要するにその当て字なんですよね。いわゆる弥勒菩薩というのはそこで生まれるわけです。
で、まあ、そういった形で、まあ、歴史上に現れてくるんですけども、そうしますと最初に話しました、ちょうど今ずっとその写真を見ていただいてますけども、3人の間儀というのは何かということになってくるわけです。もちろんあのキリスト降誕の時にはあのやってきた3人の間儀というふうになってまして、その3人の間儀がですね、イタリアのサンタアポリナーレ・ヌーボーのその寺院の壁画にこのように書かれているわけです。で、3人の人物が書かれているんですけども、まあこの場合は向かって右から3人目の今ちょうど左に見えている人がですね、これはダリウス一世であることは私林博士が証明しました。となるとその前の2人は誰かですけども、まあ順序から考えますと、歴史的な順序から考えますと、まあ例えば私は当初ですね、この3人というのはいわゆるペルシャのね、王の順位、ペルシャというのはもともとイランの古名ですけどもね、いわゆる、まあ、メソポタミア、バビロニアのですね、王の、まあ、あの辺全体を、まあ、ペルシャというふうに、まあ、当時は言ってたんでしょうね。でそれが、まあ、現在のイラン、イラクというふうになっていったんだろうと思いますけども、とにかくイランの古名、まあ、イラン人はイランの古名だって頑張ってますけどもね、まあ、ペルシャという地域において最初に、まあ、位につくのがカンピュセス、キュロス2世ですね。その息子のカンピュセス2世、そしてそのカンピュセス2世がですね、エジプト遠征の行ってる折にですね、ダリウスという、まあ、槍持ちですよね、槍持ちがカンピュセス2世を暗殺して位につき、そして同時に、ソダナゴータマを悪人だとして、いわゆる、まあ、強奪者として、まあ、追い出して、そして自分が522年に、ペルセポリスで位につくわけです。そういう流れにあるわけですよね。で、まあ、そのダリウス2世が、まあ、2世、ダリウス1世ですね、ダリウス1世、ダリウス1世ですけども、それがですね、まあ、いわゆる、まあ、カンピセス2世を暗殺したかどうかについては、まあ、そういう記録は残ってませんけども、流れからするとあり得る話なんですよね。ダリウス一世はただのという言い方も失礼かもしれませんけども、槍持ちだったわけですからね。そしてそのエジプト遠征の折にそのカンピセス二世は命を落とすわけです。そしてその後、ダリウス一世が位につくわけですよね。あまりもよくできすぎた話ということになりますけども、当初ですね、そのサンタアポリナーレ・ヌーボー寺院のですね、壁画の人物を右からですね、私はキュロス2世、そして2番目がというごめんなさい、1番目がカンピセス2世、そして2番目がソダナ・ゴータマ、そして3番目がダリウスというふうに考えてましたけども、順序がどうも逆みたいですね。順序が逆ということは、先頭がですね、いわゆる、まあ、最も最高位の位にあったソダナ・ゴータマになるわけです。いわゆる、まあ、マギですからね。マギというのは、まあ、スターゲイザー、星見る人という意味なんですけども、要するに星イコール神ですからね。メソポタミアではディンゲルという神ですからね。で、まあ、神と対話ができる人という意味で、そのストナーゴータマが第1位になっている、考えても当然ですよね。でその後に、カンピセス2世が続くわけです。3番目のダリウス、これは様相ですね、ヒゲの濃いところ、それからフリジア帽をかぶっているところ、それからトゥーキッシュマントですね、を着ているところ、まあ、模様まで一致しますからね。ダリウス一世のね、衣服の模様まで一致しますから、まあ、それはダリウス一世で間違いないわけです。まあ、そういった視点でもう一度見直しますと、先頭に立っているのがソダナ・ゴータマ、そして2番目が、カンピセス2世、3番目がダリウス1世となるわけです。そうしますと年齢差も合うんですよね。というのは、一番先頭に立っている人は、まあ、結構年配と言いますか、爺様風ですよね、私のようにね。で2番目が若いですよね。で3番目がダリウス、から間違いないと。そうしますと、やはり先頭に立っているのが、まあ、マギのソダナ・ゴータマであるということになるわけです。で2番目 そのカンピュセス2世、これは大変な暴君でしてね、カリギュラ、それから、まあ、マリアじゃなくてメアリーですね、メアリー女王ですね。ちょうどルネサンス1500年の後半にイギリスで強制的にね、プロテスタントを改宗して、カトリックに改宗したブラディ・メアリーですね、メアリー女王ですね。この3人は歴史上最も、なんて言いますか、暴君と言いますかね、残虐な暴君として知られています。その中の1人がカンピュセス2世なんですよね。ですから、まあ、それほど長く在位はしていなかったんですけども、もう一度繰り返しますと、サンタアポリナレ・ルンボーの聖堂の中に描かれている先頭に立っているのが、これが、まあ、私はソダナ・ゴータマであると判断しました。マギです。
という、そして2番目が神秘説2世ですね。そして3番目が一番左ですけども、それが、ダリウス1世ということになるわけです。なぜこれが重要かというとですね、いわゆる、マギというのが固有名詞か、いわゆる、一般名詞かですけども、固有名詞としてしまうと大変キリスト教にとってはまずいわけですよね。現代のローマンカトリックにとってはまずいわけです。なぜならば、その3人のマギがですね、3人のマギとしてイエス降誕の折にですね、聖母マリアの、ところやってきてイエス降誕を祝うということはありえないわけですよね。と同時に、ありえないわけですね。要するに、マギというのは固有名詞ですから、そこで博士とか賢者とかというふうに言い換えているわけですけども、その一つの、乱れの証拠としては、その後ですね、ローマンカトリックではその3人のマギについてね、いろいろと名前を並べていますけども、国によってすべて現在ですよ、3人のマギの名前が違うんですよね。でサンタアポリナレヌーボー大聖堂のその3人のマギの上にもですね、名前らしきものが書かれてますけども、その名前とまた他のその国のける3人のマギの名前とも全部違うんですよ。そのあたりのことはですね、3人のマギについて検索調べていただければ証拠が出てきるというか事実が出てきますね。話をぐんと戻しますけども、要するに3人のマギという言い方はおかしいわけですよね。でそこでマギというのは複数形であるという、おかしいけどもそれをねじ曲げたんでしょうね。3人のマギというのは複数形であるという説が生まれてきたわけです。となると、じゃあなぜペルセポリス、紀元前に2度しか出てきてないはずのですね、ペルセポリスの碑文の中にストダナゴータママギという言葉が出てくるかということなんですよ。ということは複数形だったらおかしいわけですからね。ストダナゴータマ一人ですから、ですからおかしいわけです。でそこで調べていきますと、ストダナゴータマというのは、調べていくというか、と同時にですね、もう一人息子のセッダアルタゴータマという名前が出てくるわけです。それはペルセポリスの碑文の中にも出てくるんですよ。そうしますと、そのダリウス一世に追われてね、追われたストダナゴータマ一家の中の一家の中に、そのセッダアルタゴータマ、すなわち宇宙の真理の解放者という意味だそうですけども、それが出てくるわけです。そしてその名前がですね、その後直後に今度はネパールで現れるわけです。そしてブッダの名前はシッダアルタゴータマでしょ。それから、いわゆるストダナゴータマの息子が息子がですね、シッダアルタゴータマ、セッダアルタゴータマですよね。もう一度混乱してきましたから、話すとね、ペルセポリスの碑文に残る名前によるとですね、ストダナゴータマ、それからセッダアルタゴータマ、そしてその直後にね、今度はネパールに全く同じ名前の人物が2人出てくるわけです。それがストダナゴータマとシッダアルタゴータマということになるわけです。現在ネパールではですね、シッダアルタゴータマのお父さんのことをストダナゴータムというふうに発音していますよね。ですからそこで一致するわけです。なおち、ストダナゴータマとそれからセダアルタゴータマ、別名シッダアルタゴータマはペルシャからやってきたという説につながっていくわけです。で最後にもう一言使い加えますとね、そこで出てくるマギなんですけども、固有名詞とするとですね、そうしますとゾラスターもマギ、そしてストダナゴータマもマギですから、バギマギでつながって、ストダナゴータマ、すなわちブッダと呼んでいる、お父さん、ブッダのお父さんですよね、のストダナゴータマはイコール、ゾラスターということになるということです。この最後の部分がちょっと今のところ弱いんですけども、私はそのように今回動画の中で押し切りましたということを、理解していただきますと、ブッダの謎に迫っていただけるものと思います。で、ここまでの結論ということになります。ダリウス一世というのは紀元前500年前後の王です。ですからどんなに頑張ってもダリウスがキリスト生誕の時にバージンマザーのところに馳せ参じてその誕生を祝うなどということはできなかったということです。次に重要なポイントはストダナガウタマイコールマギですから、もう一人マギと呼ばれている人がいたわけです。それがゾラスターということになります。でマギが固有名詞であるならば、ゾラスターイコールストダーナガウタマということになります。つまりここで仏教といわゆるゾラスター教、マギ教との接点が生まれるということです。つまり分かりやすく言えば、ゾラスターの別名がストダーナガウタマであり、
そのソダナ・ガウタマの息子のセッダ・アルタ・ゴウタマ、ネパール名シッダ・アルタ・ゴウタマが仏教を広めたということになります。となるとサンタ・アポリナーレ・ヌーボーのあのモザイク画は何かということですけども、もともとはミトラの誕生日に駆けつけた3人の王たちの絵ということになります。がそれをちゃっかり横取りし改変し、キリストの生誕にすり替えたというのがあのサンタ・アポリナーレ・ヌーボーの、まあ、モザイク画ということになります。今ご覧いただいているのがブッダの系図ということになります。ザラストラ、またの名をゾラスターと言います。前にです。そしてソダナ・ゴウタマもその左に表現しましたけども前にです。つまりこれら両者は一人のデミゴッド、半神半人ということになります。そして人間、まあ、ヤーンの間に生まれたのが私たちがブッダと呼ぶその方、すなわちセッダ・アルタ・ガウタマ、ネパール名シッダ・アルタ・ガウタマということになります。こうしてブッダの系図が説明できます。で、ついでですけども、キリスト教ではキリストの誕生 のことを誕生とは言っていません。降誕というふうに言い換えて、まあ、すり替えていると言いますか、逃げています。つまり12月25日はキリストの誕生日ではなくてミトラの誕生日、つまり、ゾラスター教でいう冬至祭の12月25日にバージンマダーアナヒーターのもとで生まれたとされるミトラの誕生日であったということになります。それがクリスマスとして現在残っているということになります。一連のブッダの動画の中でそれを詳しく説明していきたいと思います。 Bye for now。According to the inscription inscribed in Persepolis, Iran of modern days, and the history written by Greek historian Herodotus, who is often referred to as the father of history, there once lived the highest priest, Stodana Gaumata, or named as Magi. He was the highest class of humans who worshipped Marduk, god of gods. His alternative name was Zoroaster, or he was called Zarathustra in some other regions. And his name was inscribed in Persepolis as Magi of Stodana Gaumata, father of Seta Alta Gaumata, since there was only one single Magi in Persia.Stodana Gaumata was a king of Saka tribe in Persia, as well as Magi, but he was exiled from Persia by Darius I and escaped to Lumbini, Nepal of modern days. I, Hiroshi Hayashi, understand that Stodana Gaumata in Persia or Stodana Gautama in Nepal was ademigod who founded Buddhism as well as Magi or Zoroastrianism, because I also understand that the term
Maggie was a proper noun, not a general noun. This is a summary of this video in which I prove each fact to be true with evidence to know who Buddha was and where Buddha came from.ペルセポリスに残る碑文及び歴史の父と呼ばれるヘロドトスの歴史によれば、かつてペルシャにはサカ族の王フトダーナ・ガウマタと呼ばれる最高位の神官がいました。またの名をゾロアスター、さらにまたの名をザラスストラと呼んでいました。そのフトダーナ・ガウマタはペルシャでも最高位の神官、つまりマニでした。が、フトダーナ・ガウマタはやがてダリウス一世にペルシャを追われ、現在のルンビニに逃れます。ルンビニでは現在の今でもフトダーナ・ガウマタはフトダーナ・ガウタマと呼ばれています。私たちが現在ブッダと呼ぶペルシャ名セダアルタ・ガウマタ、ネパール名シッダルタ・ゴータマと呼ぶその方の父親です。セダアルタというのは宇宙の真理の解放者という意味です。またマニという冠位は冠位ではなく固有の人物を示す固有名詞であったと判断したことにより、マニ教を広めたゾロアスターとストダーナ・ガウマタは同一人物であったと私、林博士は判断しています。この動画の中では、こうした事実を一つずつ証拠を挙げて証明しながら、ブッダとは誰なのか、またブッダはどこから来たかを証明します。博士林、浜松シティ、ジャパン。ブッダの謎を解く前提として、林博士のナスカ理論によりその位置関係を確認しておきたいと思います。バグダッドの南にあるバビロンです。そのバビロンの中心点からナスカに向かって線を引きます。この中心点がバビロンです。その中心点からナスカに向かって線を引きます。次にペルセポリスの中心点からやはり同じようにナスカに向かって線を引きます。そしてブッダの生まれ故郷と言われているネパールのルンビニです。そのルンビニからもナスカに向かって線を引きます。ナスカにはそれぞれの拠点からのラインが集まっています。そして関連し合う拠点からのラインは一つのプラットフォームに集まっています。この青いラインはバグダッドの南バビロンから引いてきたラインです。バビロンラインとしておきます。この黄色いラインはペルセポリスから引いてきたラインです。ペルセポリスラインとしておきます。そしてこの右上から左下にかけての緑のラインはルンビニから引いてきたラインです。これら3本の線は一つのプラットフォームに集まっています。つまりこれら3本の線が示す拠点は何らかの形で関連性がある、つまり共通性を持っているということになります。もう一度繰り返します。ブルーのラインはバビロンラインです。黄色いラインはペルセポリスラインです。そしてグリーンのラインはルンビニラインです。ではどんな関連性があるかということですけども、言うまでもなくブッダとそれぞれ関連性があるということになります。緯度経度はここに示しておきます。興味のある方はご自身でご確認ください。逆に考えるとナスカのラインは
それぞれの拠点への方向ラインであると同時に、それぞれの拠点の関連性を示す、つまりは歴史ラインということにもなります。by 林宏説です。つまりこのような形でルンビニとペルセポリスと、そしてバビロンは関係がありますよということを私たちに教えているということになります。この緑のラインがルンビニライン、つまりブッダと関係があるとなると、残りの2本ペルセポリスラインもバビロンラインも、もっと言えばペルセポリスもバビロンもブッダと関係があるということを示しているということになります。さらに言えばペルセポリスの碑文の中にストダーナガウマタ、そしてセッタアルタガウマタという名前があったことを考え合わせるならば、この3箇所はブッダと深く結びついているということを示しているということになります。ではどのような関係と考えたらよいのでしょうか。私林宏はブッダ二人説を証明しました。一人はストダーナ・ゴーマタと呼ばれているブッダのお父さん、そしてもう一人はシッタルタ・ゴータマという私たちがブッダと呼んでいるその方です。そしてストダーナ・ゴータマは苦行中のブッダ像として広く知られています。その証拠に苦行中のブッダ像なる像の台座にはゾロアスター教の神事の様子が彫り込まれています。注意深くご覧ください。わかりやすく言えばゾロアスター教のゾロアスターイコールストダーナガウマタということになります。そのゾロアスターがマギ教を広めたので、一般にはマギ教のことをゾロアスター教と呼んでいます。そしてゾロアスターの別の読み方がザラスストラとなり、そしてストダーナガウマタへとマギという関与を通じてつながっていきます。ヘロドトスの歴史、そしてペルセポリスに残る碑文の中にはストダーナガウマタはマギと位置づけられていました。そしてそのストダーナガウマタの息子がペルシャ名セッタアルタガウマタであり、そのセッタアルタガウタマはネパールではシッタルタゴータマと呼ばれるようになります。つまり私たちがブッダと呼んでいるシッタルタゴータマはペルシャのバビロン周辺で生まれ育った王子ということになります。そしてその父親の名前はストダーナ・ゴータマ、ペルシャ名ストダーナ・ガウマタ、またの名をゾロアスターであったということになります。半神半人のデミゴッドです。ゾロアスターイコールストダーナ・ガウタマということになり、その息子がシッダルタ・ゴータマということになり、私たちはその方を今ブッダと呼んでいます。以上のことを続く動画の中で一つずつ証拠を挙げて証明します。なお続く動画は2年前の2016年に発表したものです。細かい部分で矛盾があるときはよりナンバーの大きい方の動画の内容を優先させてください。 Bye for now.